2022年2月の24日になりました。本日は倉庫の中なんですけれども、何をするのでしょうということで、この機械は何ですか。こんな風になってます。でスイッチを入れるとどうなるかというと、ポチッとグラグラグラっと回っております。何本かが回っております。さてさて、これは何の機械でしょうかということで、玉ねぎ研磨機でした。はい、なんでこんな機械があるのかというとですね、我が家でですね、昨年の秋に収穫したメークインでございます。最近私食べ出したっていうかね、秋も食べるんですけど、甘みが乗ってきてるんですよね。ちょっと山田君やめてください。ちょうどあの低温庫で格納しておくとですね、だんだんこう糖度が乗ってですね、大変甘いですね、じゃがいもになるわけなんです。それでですね、あ、ダメだって、ちょっとやめてくださいって、これダメだから、ダメなの、絶対ダメ。はい、これね、糖度が乗っただからダメだっちゅうの、ダメダメ。ドッグフード以外あげると獣医さんに怒られるんです。ダメなの、ダメ。ということで、ちょうど糖度がの、だからちょっとしつこいんですけど、あんたね、退場。はい、ということで、この糖度が乗ってですね、すっごく美味しくなってるんですよ。自分家で食べる分と、あとね、贈答用っちゅうことでね、コンテナに何杯か、まあ、2、3杯残してあるんですけど、そうそう、これね、ちゃんとね、残すときも確定申告でね、自家消費分、贈答分っていくら残すかって、ちゃんとね、税務署さんに報告するんですよ。はい、このじゃがいもですね、ちょうど甘くなって糖度が乗ってきたんで、箱とかに詰めて、お世話になった方少ない量なんですけど、箱に詰めたいと思います。これにですね、じゃがいもを入れたいと思います。まずスイッチを入れて、そしてこのミニコンテナに入ったじゃがいもを身に移して、手にね、でこの中にこうやって入れます。こうやって磨くとですね、ホールがうわーっと出てくるんで、この扇風機で回して、そしてこのじゃがいもをこうやって流します。汚いんですよね、これ、泥がすごく出るの。はい、じゃがいもをですね、ゆっくりゆっくりこうやって入れて、そして磨いていきます。こうやってですね、ぐる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 っとこう中で磨かれております。はい、こうやってゆっくり入れていくとですね、じゃがいもがこの反対側からこうやって出てきます。目がね、ちょっと伸びてるやつもね、綺麗に取れてくれます。こうやって見えますか、ピカピカの綺麗なじゃがいもになります。はい、ガラ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 っと磨きます。はい、出てきます。はい、出てきた。本当にね、これね、俺が食べるようになったってことは美味しくなってきたってことですから、糖度が乗っております。秋にですね、食べられた方もいるかもしれないんですけど、美味しさが全然違います。はい、こうやって磨きます。はい、そしてですね、この段ボール箱、これね、こういうの売ってるんです、資材店舗にね。これにじゃがいもを今磨いたやつを入れるわけです。こうやって箱を作ります。ペッペッペと、はい、まず裏面をこういう風に止めまし、ピッピと。はい、それで先ほどですね、磨いたこのジャガイモメークイン、私の自慢のメークインをですね、この発酵にそーっとこう、まず最初斜めにしながらね、傷をつけないようにサラサラサラっと入れます。だいたいこれで10キロぐらいです。こんな感じで入れます。はい、そしてまたちょっと足りなかったら身にこうやって開けて、そしてザザザーっと開けます。ほいほいと。はい、そしたらまた出てきます。はい、ゆっくり出てきて、はい、ここであの傷芋がないか、ちょっとぐらいならいいんですけど、あまり傷があるとね、もらっても嬉しくないかもしれないんで、あと目がね、伸びてるやつがもしあったら、これも取り除きます。はい、そしてこの芋をまた、さっき足りなかった分をまたここに入れます。サラ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 、これむちゃくちゃ綺麗なジャガイモです。もうね、美味しいんですよ、本当に。はい、そしてこの箱に入るか入らないか、ちょっとね、ギリギリまで入れて、はい、そしてこうやって蓋が閉まるか、こうやってカタカタカタと揺さぶると、ちょうどいいビッタンコの大きさになります。はい、そしてこのホコリもね、ついてるんで、はい、綺麗にします。そして蓋を閉めて完成です。はい、一丁上がりです。あ、個人のお宅にね、その何軒もいないんですけど、お分けするときにはこの箱で送ったりもしてます。あとですね、会社単位っていうんですか、皆さんでお分けください的なときには、こういう袋
袋、これ見えますか、これに入れて、まあ、大体6個ぐらい入れちゃって、こうやってクリ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 っとねじって、こういうなんかねスーパーかなんかで使うような封閉めるやつでガチャンと、はい、そしてこうやって止めます。そんでもってはこうやってね箱に入れてお届けします。こうたまにねもう今時期になると芽出てきちゃうんで、まあ、ちょうど磨くとねその芽が取れていい感じでまだしばらく保存できるんで、こうやってねじります。そんでもって蓋します。シュッと箱に入れます。誠に残念なことはですね、手間がないんで何件かの方に送るだけがいっぱいいっぱいで販売ができないってことですよね。結構ねこれ販売したらね人気になると思うんです。今時期の芋、特に私はねメークインがね調理してもすごく美味しくて大好きなんですね。本当に美味しいのこれ。北連によく出た芋っていうのは確か売ってたと思うんですけどね、あれも寝かした芋なんで、まあ、買っていただければ在庫があるかどうかだよね。ちょっと芋が高騰してるのかお高いようなんで、はい、残念ながら販売できませんし、いや俺にくれと言われてももうねコンテナにね 2,3 枚しかないんで本当に申し訳ないんですけど、残念ながら皆さんご希望の方にお届けすることはできませんが、こうやって芋を磨いて箱に詰めて送る、まあこうやってやってるという紹介の動画でした。何して食べよう、ただ茹でてねバターで食べるっていうのが一番美味しいような気もするしね。何が美味しい、私はこれはもう皮付きのまま調理してもう皮ごと食べちゃうんです。これが一番私のお好みです。まああとねメークインじゃなくて違うジャガイモが好きだという方もいるかと思いますが、農家によっても千差万別でメークインを残さず違うジャガイモを残している方もいますし、北海コガネが大好きだっていう方もいますし、北海コガネもすごく美味しいんですけど油で揚げるとむちゃくちゃ美味しいんですよ。加工してるやつはもう絶対北海コガネが美味しいと思うんですけど、本当はねメークイン手かかるからやめようと思ったんです。やめようと思ったんですけど、私の妻がメークインを食べたいって言うからっていうことで、まあ、毎年1丁ぐらい作ってます。まあ1丁も食べないんですけどね。ということで袋に詰めております。箱に入った袋に詰めたメークインです。会社でね皆さんにお分けくださいっていう時はこうやって分けてあげると大変喜んでいただけるので、こうやって、贈り物をしております。ですから私はギフトは買わずに芋で済ましておりますということです。これもですねこうやって蓋をしてちょっと揺さぶってあげると、ね、ちょっとね10キロびっしり入らないんですけど、これで十分送ることができます。はい、こうやって蓋をして完成です。はい、ということで我が家にある贈答用に取っておいたミニコンテナ2つでだいたい5個ぐらい取れました。これで終わりです。じゃがいもありません。送らなかった皆さん大変申し訳ございません。まあこんなこともしてるという紹介動画でした。はい、ということで無事に終わりましたね。大和くんが大和くんに三脚を倒されて、このロードのこれもげちゃいました。もう治りません。大ショック買ったばかりの3万何がしのロードのマイク、あーまただ倒れる。山賊やめて、連れてきた僕が悪いんでしょうけどね、ショックです。挟まりません、仕方ないね。はい、ということでチャンネル登録ねしてもらったら気も休まるね。チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録、あなたのこの後頭部が好きだよ。後頭部後頭部、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。後頭部大好き。もう悪いことしないでね。